どうもえー、ボビーっとですね今日はねえー、火曜日ということで、えー、作品の話ねえー、先週から引き続きですねえー、キャスケット関係でねう続けてるんですけども今日はあーレザーボープライド001。 ね、それについてですね少しだけお話ししたいなと思いますこの放送はですねボビー・アトレザーのアトリエからですねライブでお届けしております少しだけお付き合いいただければ幸いですそうですねえーねえー、これです、えー、いかついですね <laughs>、えー、これはですねあのー 非常に、えー、このおねスタンダードなタイプのスタンダードのタイプのこのキャスケットにね、えー、非常に、えー、似てるんですけどもね形はねであのー、これはですねのおこの辺り、えー、半分からこっち前側のねそこに膨らみを持たせてるんですねその膨らみっていうのはえー、っとこの 先週お話ししたあジョニータイプねそれと同じタイプの、うん、全体的にこうふっくらしたあのマリオのような <laughs> そんな感じのハットと融合させた感じでですね、えー、デザインしたんですねどっちか言ったらハンチングのような要素もあったりとかして、まあ、スマートな感じですね。ここここれはまあ帽子っぽいででしょここが膨らんう ハンチンチグのようなまあこれ今ちょっと普通のノーマルタイプですけどもこうハンチングのようなここがこうこう膨らみがあってねこういう感じでかぶ、えー、ったりとかねできるんですけどもおこんな感じ、ね、こういう感じでわ、えー、かります普段はあのこんな感じちょっと待てよ普段はこんな感じでで、えー、こんな感じねこういう感じで、えー、まあ,あ表情をね、えー、変えるっていうタイプなんですけどね えーとですね、この帽子はですね、えー、あれですよ、えー、このドラマーのーね中渕剛さんのスーパードラムですよ、ねええー、ドラマーの矢野和成さんとですね、えー、2人でですね、えー <laughs> まあ一緒にこう、えー、二人でですね膝を突き合わせてですね <laughs> まあ、えー、いろいろこうデザインを、えー、書いて、えー、でまあちょっと検証しながらですねで、まあ、二人でアイデアを出し合って名前はもうあ僕らあの僕もあのネーミングのセンスをねまだあれなんで。えー <laughs> プライド、俺たちはやっぱプライドがあるだねってってやっぱりこういうふうなことをつまりにね突き進んで人生突き進んでねこうおね僕やたレーザーで矢野さんはあのドラマ一本でですねこう人生を突き進んでいくわけでしょ、ね、そういう思いを熱い思いをですね <laughs> 込めてですね、えー、うう生み出されたあものなんですねまあ,あのこれはあのまたブログの方にですね、えー、載せてますんでねあのまた。あ ご覧いいただければなと思まますす、ね、概要欄に貼ってます、あのー、リンクで飛んでいけるように、ね、してますんでね是非、えーね、ご覧いただければと思いますでね、えーまあ、横から見た感じですね、あのー、横から見た感じ分かりますかね、あのー、前がちょっと膨らんででしょで後ろ、ね、後頭部のところは、まああのーまあ、これとほぼ一緒ですね、うん、これもあの素材はディアスキンで うん、でこれはですねなあのー、すごくね、えー、いろんな方が気に入ってくれてね、あのー、何名かこれをかぶって下さってますね、うん。僕もこれはかっこええなと思ってまあ僕のね作った本人のは <laughs> 手元にないんですけどね作ってみ、えー、たりはしたんですけどもで、まあ、あの嫁入りっていうかねあの みんなかぶってもらいたい人に、えー、届いてるって感じの,のおスタイルですね。ねでまあ矢野さんとかだったらこういう感じです、あのーね、野球帽のような感じですねこういう感じでドラムを叩いたりされてましたね。あのー、ね富士,山富士山の時はまだできてなかったんかそれ以降やね。 うん、5年前のねでその後に、えー、いろいろこういろいろねこう開発してでまあその後のおツアーというかライブとかでねコンサート会場とかで、えー、あの衣装としてですねかぶってもらったりとかで、ね、して、えー、そこでねドラムを叩いてもらってね、えー、すごく僕も熱い気持ちになりましたね。 でまあはえっ、ー、と何年前やろうな2016年か16年ぐらいかちょっとその辺はあの <laughs> こんななってますけど多分2016年ぐらいだと思いますけどねあの僕と矢野さんとですね矢野さんがドラムレッスンっていうかドラムのおセミナーっていうドラムセミナーっていうかな、うん、こうドラムを叩いて、えー、こうまあ こういういセッションをしたりとかする感じでね、えー、トークショーみたいなのとかねイベントがあってその時のね,、えー、いやですね僕もあのちょっと同行してね行けるところはね行ってでもちろん小豆島にも来てもらったんですけどね、うん、で僕の物販のねこの T シャツとかいろいろそういう、ね、グッズとか。 ね、あとそれか,あのそれからあの2015年の「のオールナイト」ね「富士のオールナイトの」の時の、えー、矢野さんと一郎さんねギタリストの一郎さんがあ着用してくれたその時の衣装をね、えー、持ち回ってです、ね、展示しながらあなんかトラベリングバンドのような感じでね一緒に、えー、回ったことね大分とかあ名古屋あ東京。<laughs> いろいろね。行ってそういうのは熱くね。今でも忘れませんけどね鹿児島とかね。そういうとこ一緒にこう回った思い出っていうのは？今こうパッとね。思い出されますけどね。うん、またゆっくりね。会いたいなと思いますね。はいまあ、そういう感じでですね。なんかこういろんな縁とかをですね。いただいてあの？ 生まれたあモデルなんですね、うん、ね、これはまああのー、ベースとかあ、ね、あのボビー・アトレザーのウェブショップベースのねとかからも、あのー、予約注文ねできますしね、あのー、これはですね、えー、僕は個人的にもお,お気に入りのお思い出深い作品ですね。はい、そんな感じですね、えー、今日はあそんなことをですね、えー、お話し そしてプライド001のねことをですね。お話しさせていただきました。はい、えーあ、徳山さんありがとうございます。こんにちは。お疲れ様ですね、えー。まあ、あのー、ね。いつもこの時間ね、えー、今日はコメントを残してくれて嬉しいですね。そんな感じでね。またあのー、まあ、こういう感じで。 静かにしてですねこうまた配信していきますんでね、えー、お時間のある方とかねお付き合いいただければ幸いです、ね、また来週も帽子のね話は火曜日はね帽子の話、えー、お付き合いくださいで明日はですね、えー、ハットレザーハットができるまでのですね、えー、制作工程を全部ねこのカメラでねえー でこ,うこのカメラで、えー、収録したものがあるんでですね、えー、それをですね、えー、映像を見ながら僕が説明をしていくという感じですね<ー>、えー、まあ一つのレザーハットが誕生するまでのねそういう工程をですね制作工程 をですね、えー、お話しさせていただきたいなと思いますまああの明日は穴を開けるかなあのレザーに穴を開けるところまではあ,パ、うん、あの披露できるかなと思いますそれではまたねえー、ゆっくりお会いします明し <laughs> お会いしましょう、えー、素敵な夜をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ